皆さんこんにちは。こんにちは。YouTube です。YouTube です。はい。YouTube です。はい。2018年も、はい、もうあともう少し終わりですね。そうですね。あっという間でしたね。はい。今年は。ありがとうございます。皆さん。ありがとうございました。本当に。で、今年はね、あの、2018年の漢字は、うん、災いという、はい、そうですね。ことで、まあ、いろいろね、いろんな災いが、あったっすね。本当に。まあ、ここは今、マビーと、総社の境目の下原地区の、はい、まあ、正確には総社市になるのかな。もう7月ですからね。7月からですからね。それからもう半年経ったさ、はい、半年ぐらいなんでね、はい。ちょっとそれからの間引きということで。そうですね。なかなか報道されない部分もあ、はい、ありますので、うん、そうですね、はい。そうですね。はい。ここであのアルミ工場が、うん、あの爆発したということで、うん、まあ、洪水のためによって水蒸気爆発が起きて、うん、あの、はい、そうね。爆発が起きてこの、うん、ね。屋根とかブルーシートが覆われてますけど、これはもう全部爆発の影響で、うん、はい、そうで、ね、その後ろも、うん、はい、うん、見てください、はい、こういう感じでも、こういう感じでもね、家がこんな状態になってる、ね、そうですね、その現場っていうのがもう向こうなんだけどね、うん、こんだけ、うん、ものが来た、あっちの方がそうなんですよ、はい、ね、もういろんなところがもうすごいんで、はい、カメラさんもちょっとこうぐるっと回って、大変ですが、ね、本当に。いろんなところがこうね、ブルシーってなってて、家がなかったりもするんで、ね、回ってみようかなと思います、うん、僕、この辺に来るの初めてなんですよ。はい、ゲンさんは多分何回か来られて取材 してると思うんですけど、思った以上に被害が大きいんですね、この辺り。すごいとこまで飛んでってるんだなと、爆風が。で、スピちゃんは、ね、はい、お仕事の方でも、そうですね、ちょっとあんまりマビの方には来れなかったんですけど、はい、広島県の三原の本郷町の方とか行ってきたんですよ。あっちの方も結構被害が大きくて、はい、2階の方まで浸水してたりとかしてて、仕事の関係上で、まあ、ちょっと何回か行かしてもらったんですけど、こっちもすごいですね。まだね、全然、そうですね、こっちの方もまだね、年末なのにいっぱい50分あったら結構ね、大変ですね、皆さん。そうですね、うん、なんかもうすごいのが当たったんでしょうね、ここは。もう爆風で、うん、爆風なのかな、うん、これ、まあ、見えるかわかんない、わかる、この画面でわかるかわかんないですけど、結構へこんどんですよね、この、うん、歪んでる感じがね、はい、これすごいです。そう、相当の勢い、うん、ここはそうですね、なんもない、なんもないですよね、ちょうどここ、うん、もうこの土手を越えたところが、うん、その現場のね。ねえ、このみんな建て替えたりしてる人は結構おるみたいね。もうその当時、あの事故が起きてから、はい、規制線がここに貼られてたんですけども、ああ、そうなんですね。はい、黄色い規制線が、うん、今もうその通ってもいいようになったんですね。はい、いやー、すごいです。確かにやっぱ状態になってますね。うん。ここでね、爆発があって誰もね、うん、その死者が出なかったのが本当に奇跡かな、うん。そうですね、本当に。ますね。まあ、うん、その洪水の被害で亡くなられた方も大勢おられるんですけど、この、うん、ね、まあ不幸中の幸いですけど、爆発。そうですね。これが現状です、本当に。こんだけのね、瓦礫が出るっていうことになったんで、すごい衝撃だったんでしょうね、本当に。こういう細々したものが飛んでいったんですかね、やっぱりじゃあ。そう、うん。ブルーシートかけてますけど、はい、ああいうものが、おそらく、ここの地域に飛んでね、うん、まあ、回収、まあ、回収場所はここで、という感じで。うん、はい。はい。じゃあ、ここがね、マビの中学校ですね。ここで、こういうのね、受け入れをやってたみたいなんですけど、もう終了したということで、もう、当時はすごかったんですよね。そうですね。あの過去の、ね、動画見てもらったら分かるんですけど、ね、この辺りね、うん、もう山積みになってて、うん、なんですけど、もう。そうですね。学校ももう再開してるのかな。そうですね。こちらマビの交番ですね。こちらまだね、まだ復旧されてないんですね。
すごいですね、これ。ゴミがね、まだね、本当に。交番もそうでしたけどね、消防署の方もまだね、再開しないんでね。そうですね。うん、はい、ね。こちら、君、マビー駅ですね。映像が通ってるどうなるのかね。対策口がなく、無人駅なんですね。無人駅なんですね。一応、通報が。そうですね、特に書いてないので、動いてるのかもしれないですね。うん、まあやってるみたいですね。そうですね。はい。はい。もう今となってはね、こう、どこどこに被害があってたのかを、あんま分からないように、ぐらい、こうしてだろうかなと思うんですけど。そう、もともと、あちらも書いてますけど、あの看板に。はい。田園文化の街のラビなんで、本当に平坦な土地なんですよね。うん、そうですね。だから一度、その堤防とか、そういうのが崩れたら、もう一気にね、そうですね、ダメになっちゃう。本当に、逃げる時間もない。そうですね。状態にね、本当にね、洪水から約ね、半年経って、もうこれだけのね、はい、その復興の力、まだね、いろいろありますけど、うん、ね、見えてないのもありますけど、うん、思ったより本当に復興が、そうですね、面、うん、はい、ね、影がなくなってきてますね、当時の。でもね、その気持ちを忘れずいてほしいなっていうところはありますよね、やっぱり。という形で、うん、あるよ。お伝えしました。はい。あとね、来年、2019年。はい。ね、本当に、まあ、ね、また、本当に、いい年になればな。なんて言ったらいいかわかんないですけどね、この現状で、本当にね、力を合わせて。そうですね。ただ、本当にね、1年も経ってない、半年前のことだった。確かに。ね、僕らのね、この、住んでる地域がこうなるっていうのはね、初めてだったんで、はい、岡山っていうところでは、形で、今回は、はい、終わりにしようかなと。はい。失礼します。はい、失礼します。